さあ、そして試合は最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わりまして、クラブアイランズ相手陣30ヤードからのサードアンスリーで試合再開となります。 YouTube 欄コメントメッセージありがとうございます。ガーデン様、先ほどもコメントありがとうございました。確かにここで一旦逆転という形になりました。トヨタブルファイターズ、見事なディフェンス陣の奮闘だったと思います。このディフェンスの奮闘を生かし逃げ切るでしょうか、あるいはアイランズの今からの攻撃の猛攻実るでしょうか。第4クォーター始まります。さあ、ここで中央へのランプレーを選択しようとしましたが、プレーが乱れました。結果的に約4ヤードロスという形になっています。アイランズ、ここで逆転を狙うとする攻撃をしようとしましたが、プレー乱れました。結果的にフォースダウン8の状況に追い込まれます。アイランズ、しかしここでプレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあ、ここでクォーターバックがパスを投じようとしましたが、イエローフラッグ、反則が発生しています。この反則が果たしていずれのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。オフェンスチーム、ボールを持っているチームは相手を掴んではいけません。しかしこの反則をトヨタは取りませんでした。プレーとしては結果的にクォーターバックスタック、パスを投げる前に倒す形になりましたので、4回目の攻撃失敗という形を選択します。従いまして、これにより攻守交代です。ターンオーバー。反則を取りますと10ヤードバッタイシーアイランズの攻撃という形になりますが、ここであえて反則を取らずプレーを成立させ、4回目の攻撃失敗とし攻撃権を奪取しました。トヨタブルファイターズ、ボールオンは自陣41ヤードからのファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック2番、オプションプレーのピッチを受けました。左オープンを疾走、スピードでアイランズディフェンスを置き去りにし、大きく前進しての攻撃権更新としました。トヨタブルファイターズファースター、素晴らしいスピードでランを見せました。ランニングバック2番は古町、慶応義塾大学出身。トヨタ相手陣34ヤードからのファーストダウン10。QB ストック。ここでトヨタパスプレーを転じようとしましたが、このパスに体勢に入りましたクォーターバック20番をアイランズ52番が QB ストック。このパスプレーを投げる前に阻止しました。見事クォーターバックによりこのプレーを止めました。クラブアイランズ52番は梅原、神戸大学出身のバイスキャプテンです。トヨタ押し戻され、相手陣38ヤードからセカンドダウン14。さあ、ここでトヨタオプションプレーにより打開を図りました。しかしこれはアイランズディフェンス陣がアジャストし、ゲイン1ヤードにとどめています。トヨタ相手陣37ヤードの地点からのサードダウン13の状況に入ります。
トヨタブルファイターズサーダーン。パス不成功。ここでクォーターバック20番右に流れてロングパスを投じましたが、アイランズ25番が見事なパスカバーによりパス不成功としました。パスカバーしましたクラブアイランズ25番は米沢、鳥取大学出身。トヨタフォースダウン13の状況となりました。ボールオンは相手陣37ヤード。トヨタはここでパントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、プレーの開始時間が開始時間内にプレーをしなかったという遅延行為の反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしなかったことによりトヨタ5ヤード抜体となりフォースダウンやり直しという形になります。トヨタ下がりまして相手陣42ヤードからのフォースダウン18。フォーメーションはパントフォーメーションを引きました。このパントは転がりよくアイランズ陣10ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。先ほど反則によりトヨタ若干下がる形になりましたが、結果的にキックレングスを確保することができ、パントによる好位置を取る形で相手陣に攻撃上等という形ができました。さあしかし攻守は変わりまして今度はクラブアイランズの攻撃となります。クラブアイランズ自陣10ヤードからのファーストダウン10。さあそして中央へのパワープレーとしました。託されましたランニー枠23番オフェンスラインのブロックを生かしそのままなだれ込んで約6ヤードのゲイン。ランニング枠23番は金城、甲南大学出身。アイランズ自陣16ヤードからセカンドダウン4。クラブアイランズファースター。クォーターバック18番ハンドオフェイから自らキープ、右オフタックル付近をつきまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。まずランプレーによりここまで好調なランプレーによりクラブアイランズ攻撃権を一旦攻撃更新という形にしました。クラブアイランズ自陣21ヤードからファースターダウン10。さあ中央のプレーナイスラン、ファースター。ランニングバック23番ハンドオフを受けまして中央突破、タックルを受けましたがセカンドエフォートで粘りまして攻撃権更新としました。クラブアイランズファースター。キャリア23番は金城、甲南大学出身。クラブアイランズボールオン自陣31ヤードからのファースターアウト。
クォーターバック18番ハンドオフ A から左オープンへのブーツレック。ブーツレックとはクォーターバックが自らハンドオフをした後ブロッカーなしの状態でオープンに走るランプレーです。密造酒時代の密造酒を隠し持っていた当時のその様が似ていることからブーツレックと名付けられました。このランプレーにより約3ヤードのゲインを果たしています。クラブアイランズボールオン自陣39ヤードからのセカンドダウン7。今度はランニングバックに託しました。キャリア26番、ハンドオフを受けて左オープンを疾走、約6ヤードのゲインとしています。キャリア26番は沼、大阪大学出身。クラブアイランズサーダウン残り1ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック23番、このショートヤードシチュエーションを中央突破、相手ディフェンスの隙間を縫うようにそのままかいくぐって攻撃権更新です。クラブアイランズファーストラン。これによりアイランズ相手陣35ヤードに入りました。ここでホイッスル。トヨタここで後半1回目のタイムアウトを取ります。ボールオントヨタ陣34ヤードの地点で現在試合は一旦タイムアウトが入っています。双方とも後半1回ずつタイムアウトを取りました。試合の状況はトヨタブルーファイターズ9点、クラブアイランズ7点、トヨタ2点リードという状況になっています。しかし今攻撃にありますのはクラブアイランズ。クラブアイランズは現在相手陣34ヤードの地点に攻め入っています。試合時間残り3分17秒、この双方の攻防いずれの形に決着となりますでしょうか。さあ間もなくそのタイムアウトを解けます。クラブアイランズ相手陣34ヤードからファーストダウン10。さあランプレーによる突破を図りました。クラブアイランズ23番、しかしこれはトヨタブルーファイターズ73番が対応しまして、このランプレーノーゲインとしています。キャリア23番は金城、江南大学出身。タックルをしました73番は山田でした。中で倒れているため時計が回り続けます。試合時間残り3分を切っています。クラブアイランズ相手陣35ヤードからのセカンドダウン10。さあここでクォーターバック18番オプションプレーから自らキープによる突破を図りました。しかしゲイン3ヤード、中で倒れているため時計は回り続けます。さあここでホイッスル。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。
現在試合はクラブアイランズ攻撃の状態、次がサードダウンの状況で、現在レフェリータイムアウトが入っています。試合時間残り2分19秒となっているこの攻防戦、果たしてどのような結末になるでしょうか。リードしているのは現時点守備に回っているトヨタブルファイターズという状態です。さあ、まもなく負傷者の対応が終わりまして試合再開の時を迎えます。ボールオン相手陣32ヤード、クラブアイアンズの攻撃で試合再開です。クラブアイアンズの攻撃はサードダウン。さあ試合再開です。クラブアイアンズサードダウン7。さあランニングバックに託しました。中央突破を図りましたが、しかしこのディフェンス、これはトヨタディフェンス集まり力、ランプレーによる原因はありませんでした。1ヤードロス、アイランズフォースダウンの状況に入ります。アイランズ相手陣33ヤードからフォースダウン8。プレーを選択します。ギャンブル。試合時間まもなく残り1分40秒を切ります。さあクォーターバック18番、ランプレーによりパスを投じようとし、そこからスクランブル切り上がりましたが、攻撃権しかし更新には至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。クラブアイランズこの攻撃により逆転を図ろうとしましたが、しかしこのフォースダウンギャンブル失敗しました。攻撃権失いましてトヨタの攻撃に変わります。トヨタ自陣27ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分25秒。さあクォーターバックが自らキープを図りました。しかしこれはアイランズ21番が対応しまして約1ヤードロス。ここでホイッスル。アイランズここで後半2回目のタイムアウトを使います。試合時間残り1分14秒で時計を止まりました。先ほどのランプレーをクラブアイランズ21番の山崎、滝川高校出身のチームキャプテンが見事なタックルしまして1ヤードロスに変えています。ここで時計をできる限り確保しようと守備の段階でアイランズはタイムアウトを取りました。試合再開です。トヨタ自陣26ヤードからセカンドダウン11で試合再開となります。試合時間残り1分14秒。さあランプレーを選択します。しかしこれは原因約1ヤードにとどまっています。ここでホイッスル。こ
ここでクラブアイランズ後半最後のタイムアウトを使います。これによりアイランズが時計を止める手段はなくなりました。さあ試合再開になります。トヨタ次元26ヤードからサードラウンド残り11ヤード、試合時間残り1分4秒。さあ中央のランプレーでしたがこれは止まります。しかし中で倒れているため時計は回り続けます。トヨタフォースダウン11の状況で時計は現在回っております。試合時間残り30秒を切りました。トヨタフォースダウン11パントフォーメーションを選択。これをアイランズはフェアキャッチ、ハーフウェイ付近からの攻撃となります。試合時間は残り14秒。さあ試合時間残り14秒という状況ですがアイランズは最後になります攻撃権を確保しました。エンドゾーンまで残り51ヤードのこのシチュエーション、果たして実らせることができるでしょうか。ボールオン自陣49ヤードからクラブアイランズファーストアンテ、ここでクォーターバック18番パスを投じようとしましたがターゲットが見つからず外へ出ました。外へ出た場合はその時点で時計は一旦止まります。先ほどイエローフラッグが落とされましたがしかし反則はありませんでした。プレーが成立しております。先ほどのスクランブルにより約7ヤードの原因となっています。さあしかし試合時間は残り8秒となりました。クラブアイランズ相手陣44ヤードからセカンドダウン3、試合時間残り8秒。パス不成功。ここでエンドゾーン向けとのロングパスでした。しかしこれはパスをキャッチすることできずパス不成功に終わっています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりましてクラブアイランズ7点、トヨタブルーファイターズ9点でトヨタブルーファイターズの勝利となりました。トヨタ後半開始早々にアイランズの攻撃を見事に叩き落とし試合をひっくり返し見事勝利とすることにいたしました。素晴らしいディフェンスを見せていただきました。対しましてアイランズ
攻撃においてそのランプレーを見事に展開しておりましたが、しかし試合を勝利に結びつけることはできませんでした。双方ともしかし素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。双方ともランプレー、そしてパスプレーにおいて随所においてキーになるプレーを見せまして、素晴らしく競った攻防になりましたが、しかし最終的にその勝利を得ましたのはトヨタブルファイターズとなりました。双方とも素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技をかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み切ることはできなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここでこの配信は一旦終わらせていただきます。チャンネルサイトを変えまして、再びこの後に行われます残りの2試合も配信させていただきます。この配信は XE 全13チームによる協賛企画により実現いたしました。その企画にご賛同いただけた多くの方々のご声援、大変ありがとうございます。その配信を受けたまわらせていただきましたのは、私道楽やりちゃんでした。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。それでは失礼いたします。